あ、センターじゃない。こんにちは。こんにちは。はい、ホットプリントの番組ですね。なんかちょっとカメラの位置関係がいつもとちょっと違う感じですけど、気のせいですか？いや、大丈夫です。大丈夫です。はい、すいません、気のせいでしたね。はい、早速タイトルコールいきましょうか。はい、アイデアを形に。ホットプリント。そうですね、アイデアを形にホットプリントです。始まり始まりでございます。今日のパートナーまだ変わってます。はい、久しぶりです。そうですね。すいません。いつもの顔ですけど。ということで、今日は早速ですが、はい。何をしていき、ご紹介していきましょうか。はい、本日は印鑑についてお話ししたいと思います。はい、もう思いっきり被ってますけど、印鑑ですね。印鑑。印鑑です。そうですね。印鑑も結構うちで取り扱いしてるというのもですね、なかなか知られてないというものも。そのうちの一つなんで、まあいろいろあるんですが、そのうちの一つ、なかなか認知度が弱いかなということで、印鑑の方を今回説明をしていこうかなとは思っております。はい、早速ですが、先に行きましょうか。はい、通常のちっちゃい印鑑、認め印だけじゃなく、これからやりますね。はい、ざっくりですけど、今、じゃちょっと僕たち、はい、消してもらってですね、これはおっともうめくり流れてる。一行印というか、し、はい、科目印とか、名前、よく学校で使ったりとかします。一行の印鑑。そうですね、お名前で今ちょっと画面だと毎度毎度なんですけど、映ってます？見えてます？バッチリ見えてますね。はい、こちらのモニターがちょっと薄く白くなってますね。で、このお名前とかですね、使われているという話なんですが、まあ、名前だけじゃなくて、まあ、その4行目5行目ぐらいですね、見るとなんか普通預金とか書いてる。そうですね、科目印というか、もうこれ柔軟にいろんな文字が入れられるということで、書体とかもさまざまなものがあるんですよね。そうですね、いく種類があります。明朝体とか四国体とか選べるんですけれども、うん、そうですよね。はい、これは今のところ見ていただいているもの、サイズもまた違ったり、書体も若干違ったりしているものですかね。そうですね。こちら明朝体と、右側が楷書体になっています。そうですね。なんか筆で書いてるような、筆で書いてるかな、まあ、そんな感じのイメージでと。イメージ、そうですね。はい。見ていただければ。文字の大きさだったりの、はい、によっては料金が変わっていきます。そうですね、かなり大きなもので、まあ、使う用途に応じてですね、例えば伝票のマス目というか、その印鑑を押す場所に応じてですね、この辺は結構細かな 2.5 センチだったり、その次は 2.7 センチ、本当にミリ単位で動いているような形になってますね。そうですね、伝票とかになんか同じものを何回も書かないといけないのに、こういうものがあれば、そうですね、達筆な方はもちろん書いていただいても構わないんですが。何か風が吹いてますね。一応、はい、一応ちょっと現物をちょっと。そうですね、今現物というものをポッと通して引いてたんですか。近くやってきてますね。ごめんなさい、タバコじゃない原寸大の奥様みたいな感じで、実際ですね、ごめんなさい、すごく汚い手なんですけど、こちらが先ほど言った指名印とか科目印と言われるものですよね。これ汚いな手が。仕事した手なんで大丈夫ですよ。はい、そうですね。これも汚いですね。今日はいっぱい作業中。そうですね。こちらの先についてるもの、これゴムで樹脂のようなものでできているということですね。ゴム印になってますよね。はい、まあ土台に関しては木目というか木で、まあ、できて、後ろの方には、まあ、一般的なお名前ですね。サイズも本当に指が気になる、こういった形になります。こちらが、指名印、科目印という形になりますね。はい、他にこういった大きいもの、はい、そうですね、今ちょっと僕がこう引いてくれてますね。さあ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 っと、はい、このぐらい違うものがありますね。そうですね、こちらのお名前だけじゃなくて、先ほどもお伝えした通り、こちらの文字ですね、内容文に関しては
どんどんいろんなものを書いていただいても、これ今優秀賞ですよね。そうですね、そうです画面を見ながら話を逆になってます、ね、ごめんなさい。このぐらいサイズがあると違うくらいまで大きさもありますので、親画面の上に子画面みたいな感じですね。はい、はい、よし。で、その次がこちらの方は文字数によって、うん、文字数とあの、はい、文字のサイズでちょっと料金が変わりますので、うんはい、その都度、お問い合わせの方をお願いします。はい、そうですね、うん、文字数と、まあ、書体に関してはその先ほどの明朝体だったり楷書体に関しては料金は変わらないということ、うん、そうですね、一応基本書体はございますのでそこから選んでいただければ。はい、こちらの方もカタログがございますので見ていただいたらいいかなと思います。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。またちょっと画面切り替えてもらっていいですか。じゃあ次はですね、よく使う、あの会社でよく使う住所印ですね。はい、2行印、ちょっと今飛ばしながら、2行印、3行印、4行印とか5行印があります。はい、じゃあどこからいきますか。2行、そうですね、5行印って3行はないかと思いますので、はい、まず2行印からっていう形、こちら2行印といっても見て輪っか、少しアップしちゃいますか。どうやってやるんですか。ですね、アップの場合は確かプラス、確かどっかにプラスがあったような気がしましたね。今すごい画面がガサガサしてますね。はい、気にしないでください。なんかできません。参った。ツールがないですね。そうですね、前はツールがあったんですが、思いっきり探してますね。うわー、すごい、おー、行きましたね。はい、来ました。ここら辺でいいですか。はい、やりましたね。で、上げましょうか。はい、はい、お帰りなさい。で、このすみません、話がちょっと飛んじゃいましたけど、2行印、まあ、横のにのし袋はがき用って書いてるんです。それは別に何用でも構わないものであります。ただ2行の内容だけなので、これが住所、今載ってるものは横書きと縦書きもありますけど、まあのしによく使うとこの縦書きというのがありもできます、はい。で横書きは何に使いましょうと。はい、まあ伝票とかですね、あともう多分自分たちで持ってる商品にそのまま押しているっていうものでちょっと使われるケースも、大体もう伝票で2行印3行印に関しては使われるケースがかなり多いと思いますので、はい、前も見るのはもう住所、会社名でも、中には会社名とお電話番号、まあ、これはもう組み合わせはもう自由にできますが、ちょうど今真ん中のあたりに来ているので、これ郵便番号もこちらです。そうですね、はい、こちらも2行印という位置づけになりますよね。はい、まあ、基本的には見た目がまあ行数で判断はしてですね、ここにあのまあ立てかける横のサイズ、はい、今サービスボックス、まあ、左上にあるものに関しては、まあ、横があの実はこれ今左上の方に1350と書いてるのが、これ実はサイズにもなりますので、横が50ミリ、縦が13ミリという秘密の暗号です。で、これそうですね、失笑ですね。はい、あのそれで大体判断して、まあ、料金というのは出てきますので、皆さんもあの大体自分たちが使われるサイズですね、伝票類とかでもですね、縦かける横が分かれば、まあ、逆にあのお電話番、あ、電話でもですね、あの受けたまることもできるということにもなります。これ縦書きでも一緒という形ですね。あとはもう先ほど言った下の方に2行印価格というのがありますね。はい、まあ、一番小さいので 3.5×1.3mm、はい、3センチ、そうです、13ミリと35ミリ、はいはい、が1575円が一番小さいものですね。はい、さらに小さくなるとまた違う料金で出てくると思いますので、うん、なるほどですね、こちら基本ですね。そうですね、ちなみに産業まで、はい、産業ってます、イメージとして産業としてちょっとまたお聞きしますか。拡大、はい、もう一段階いきますか。もう一段、はい、もう一段、嘘です、嘘です。はい、こちらが産業にですね、先ほどよりまあ行数が増えているだけなんですけど、まあ、先ほどの表示ですね、あの縦かける横の
サイズで料金設定されているのは変わらずという形なので、これも、まあ、縦サイズ横サイズでも、そうですね、はい、一般的によく、まあ、ちょっと丸がちょろっと書いてたんですけど、あ、ごめんなさい、はい、ちょっと印も若干入ってたんですけど、よく受けるサイズっていうのがよくあるんですかね。まあ、これもあくまでも先ほどお伝えした伝票やその使用用途に応じてのサイズになりますが、何かの僕個人としてよくお客様からの受ける場合ですね、1860と言われるのがですね、結構あの横が6センチ、そうですね、6センチ、縦が18ミリですね、1.8 センチというものを産業員で、まさに今この内容に応じて住所と会社名と、まあ、お名前、まあ、横のように役職がついておりますので、はい、まあ、これが基本的なものかなとは思います。これがあと、まあ、3行から4行、5行とあるということですよね。これもちょろっと見てもらいましょうか。まあ、これも内容としては先ほど行が増えているだけで、見るとこ書体の方も混ぜているような、今上原産業と書かれているものも上下に関しては明朝体ですよね。そうですね、書体の方は混ぜても大丈夫なんですけれども、はい、あの基本書体であれば、ま、あの料金は込みなんですけど、ロゴとか作成しないといけない場合はちょっとまた料金が別途になりますね。はい、そうですね、あの、まあ、特殊な動きになる場合は、まあ、ちょっと料金がまた別で、出てしまうという形になります。まあ、ちょっと今4行員までお話ししましたが、ちょっと時間が来てしまってますので、あのまた後半でその続きをお伝えします。はい、では後半後ほどです。